松岡くん、松岡くん、松岡くん、松岡さんだ、松岡さん、松岡さん、ゆずみ兄さん、まずいかな、松岡さん、松岡さん、おやまどうせクリエイティブが止まらない脳内恋泥を追いかけましょう。いや、落ちてくれないじゃん。ナイス。太巻きやん加藤くんからいただきました。どうございます。どうして女の子の下着は見たらダメなのに水着は見てもいいんですか？布の面積はほとんど同じくらいなのにおかしくないですか？それね、俺も同じこと思ってたよ。深めに言わないでくださいよ。なんでだと思います？なんでなんすかあれ。これ俺女性に聞きたい。おお、どういうことなんすか。いや本当、布の面積って言ったらお一緒じゃないですか。まあ確かにそうですね、まあそれはやっぱりその暑さ薄さっていうのはあるかもしれないですけど、あれどうなんですか。でも、ええ、男性側もその男性の下着姿は別に見ちゃダメだけど、うん、水着姿は見せるじゃないですか。確かにそうですよね、だから、まあ、あとブーメランかあの、ああそうですね、ええ、あれいやこれ言ったらダメだと思う、何言おうとしたの。なんででしょう。確かに布面積は同じぐらいですよね。私はあとどっちも見られたくない、別に。見過ぎも別やし、下着ももちろん嫌なんで、なんだからそのなんでしょうね、この疑問にちょっと答えるのが難しいですね。ああ、じゃあ仮に藤田さんがそういった海とか、はい、なんかこう例えば友達とかと一緒に行くとしたら、どんな感じなんですか。パレオみたいな感じなんですか。大きくなってからほぼ海には行っていない。はい。ですよね、はい、見られたくないなって思って行ってないんで、濡れてもいい服。ああなるほどなるほどなるほど。体操服にラッシュガードみたいなやつ着ていきますね、行くんだったら。なるほど、はい、そういうことなんですね。ね、でも世の女性たちは痩せて水着を着るぞって言うんですよね。いやそうですよね。水着ってそもそも見ていいんですか。あれそのいますけど、うん、別その見ちゃいけないもんじゃないと思いますけど、なんで水着って水着って言うんですか。水で着るからじゃないですか。下着着るから下着、じゃあ水のところで着るから水着、はあ。でもこれ究極的に考えたら一緒だと思うんですよね。まあ確かに、下着で泳いでても、まあデザインによっては気づかないかもしれないなって思うことはないですよ。確かに難しいですね、なんかこれ。そうですね。でそれはなんて教えてあげるんですか。セリア先生もわかりません。そういう方向性もありなんですね。これ初めてですやったの。あまりにもちょっと難しかった。小国のモラルくんからいただきました。どうございます。セリア先生、どうして男性声優の松岡義継さんはいつもかっこよくみんなにモテる主人公になれるのですか。ジュグージュグージュグーかっこいいよ。知ってますよ。いやこれはですね、いじって書いてますよね、これは。ズグズグ来てますよ。本当にもう。まあでもモテモテですね、いつもね。そうですね、異世界では。異世界では。異世界ではモテモテですね。でもあれじゃないですか、結構その松岡さん、女性声優にそのいじられがちですよね。松岡君好みの女性のタイプは。トップシークレットじゃないんですけど、ないんですけど、まあ、お姉さん的な。こうだよ。
はい、あ、じゃあ整ったお二人参りますかね。じゃあさくらさんと日笠さん。うわド変態が。あ、痛くない。リズベットもしない。よし、じゃあ次行こう。行きますよ。お願いします。本作の展開には重大な犠牲が生まれます、うん、何かを犠牲にした経験はありますか。犠牲にした経験、犠牲、これ難しいですね。ちょっと急に大きい話になりますね。今まで何を犠牲にしてきたか。でもなんか思い当たりそうな校長先生が、ね、あーなんかすごい息出た。ありますか、校長。まあ我々が常に犠牲を払ってるのは、はい、時間ですよね。時間、その心は、その心はなんでそんなこと言うの。逃がさねえぞって今坂森さんが逃がさねえぞって。録音してた、録音してた。その心は、うん、ごめん。その心は校長ごめん、松岡君。その心は、その時間を犠牲にしたということの真意というか、人生、人生。さくらさん、人生って何ですかね。心は人生、人生を犠牲に。人生は人生を犠牲に。進んでいくごとに時間っていう対価を払ってるんですよ。はい、ああなるほど。はい。ね、はい、うん、だこれは、うんうん、お亡くなりになるまで続くことなんですよ。はい、常に、はい、常に。だから一生懸命生きていこう。そうしよう。あんなボリボリする弁当なんてありますか。それを聞きたいんじゃないんです、ベルさん。え、ベルさんは汁が好きなのか聞いているんです。ノーコメントで。ヘスティアが僕の中で結構好きだったんですよ、うん、そしたら、あ、こう来たかという、春姫という、ね、ルナールの、ね、何番目に好きなの。はい、何番目に好きなの。勢力図があるんですもんね、うん、だったらやっぱ順位的なものはきっとありますよね。それが言えるかどうかのところも悩ましいけど、松岡さん、ベルさんに聞いてるんじゃないんで、ね、松岡さん、ね、ベルさんじゃないですか。確かにだとしたら、お、いや、今僕1位かもしれないです。おお、すごい。ベル君じゃなくて松岡さんとしてですもんね。一個人としては、うん、松岡さん。ちょっと待って、ちょっと待って、あんなに言ってやって私には言うのダメですよ、松岡さん。いやいやいや、くさ。ちなみに、はい、松岡君は、はい、ゆいのことどう思いますか。いや、ゆいは本当いい娘ですよね。以上みたいな。そんな人か。違う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 。ねえ、リズとの差が激しい。負けって言ってんじゃん。負けって言ってんだよ。いや、だからそうじゃなくて。本当に。どうしたの。だから待てよ。待てよ。二人目から雑になっちゃってる。違うっつってたのが。だからさ、ね。私なんて一言だよ。違う。いや、だから本当に。これからのお願いします。そう、本当に。あのリズじゃない。すげえ。すげえよ俺。興味ないんだろもう。すげえよ。リズ、I love you。ねえ、ちょっと気になってることがあって、はい、そのちっちゃいメモは何なの？松岡メモはの？ほら、先輩がメモ何なの？って聞いてるよ。はい、いや、僕はですね、うん、このオーディオコメンタリーって、うん、こう質問する内容とか、うん、全くないじゃないですか。ね、だから、個人でできることは、もうとにかくやろうって思って、うん、なのでちょっと、まあ、ちょっとカンニングペーパー的な感じで、なんか手のひらサイズのちっちゃいメモをなぜか伏せてるんだよね。はい、何、大手にしてみんなに見せないようにしてる。そうなんです。あ、はい、はい、何書いてあるの。質問を読んでごらん。そうです、せっかく用意したよね。またちょうどよくですね、キャラクターアリシャ、昨夜が出てきたわけなんですけど、はい、あの
お二人はこのアリシャとサクヤって役柄に関してはやりやすかったんですか？おお、どうだったよ、アゲちゃん。そうですね、私は割と普通のところで地声に近いところでやってたので、はい、私全然辛いとかもなく、うん、ただあんまりあのこういうなんていうんですか、グラマーで、うん、ちょっと大人っぽい女の人っていうのそんなにアニメで役としてやったことがなかったので、うん、あ、確かにすごい聞いてて新鮮だった。うん、ではなんか昨夜と自分ご自分が似てるところとかってあったりするんですか？胸かな。OK。大丈夫で、応援コメントみたいな、いつらでも言えます。そうか、ありがとうございます。もう、はち切れちゃいそうだ。困っちゃうね、松岡くん、はい、どこ見てんのよ、エッチ。いや、はい、はい、エッチも、はい、ちょっと、先輩に、はい、のところだよ。いや、もう本当はち切れんばかりですよね。本当にもう、重たくって、どうしよう。ね、ちょっと、矢作さんの目がちょっと若干怖いんです。松岡君頑張ってるなと思って見てましたよ。ありがとうございました。嬉しいですね、こう、エンディング行く前にね、閉まっちゃうよね。これ最後に話すべきでした。そうですよ、ちょっとあれ2分ぐらい余っちゃったなと思って。やっぱり皆さんに言いたいんですけど、本当にソードアートオンラインっていう現場に来てくださってありがとうございました。もう松岡君のために来たわけではないけど。でも呼んだだけですね。あ、違う、言い方間違えましたね。あの、一緒に共演できてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。こちらこそです。こちらこそ。これどうやって食べるの？どれにする？これ、フォークがあるんでございます。そうなんでございますよ。どれがいい？かな。ね、じゃあ水玉模様好きだから水玉にしよう。なんでそんなに恐る恐る。じゃあ私ピンクにしよう。じゃあいいよ。わー、みんなで食べましょう。せーの、いただきます。うわー、ボロボロ。いやー、ボロボロする。あーって難しくない？むずいむずい。はい、あー。すごいわ。おいしい。ひかささん、ちょっと遊びに来ましょうよ。松岡さんいる。松岡さんに代わってもらう。松岡さん、鬼ごくしましょうって言って。で、そう、ま、じゃあちょっと私たち今から逃げるから10秒数えてくださいね。隠れんぼじゃあ私たち隠れるんでちょっと来てねって言って、で私たちスタ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 、あ、ひかささん、ラーメンありますよ。ラーメン食べるといいよって。私たちがそこでひかささん捕まえた。何やってんの？何が？え、松岡さんまだ隠れもやってたんですか？遅れすぎでしょ。そう、10秒後の規制。そう、で、ひどい。もう、義継さんはどんな水着が好き？内容が。どれが好みかな？義継さん。よしつぐさん、悩んでる。そうですね。早く。おとなしめが好きなんだ。はい。よかった。着る方もやっぱり安心だもんね。いや、そうだと思ったんですよ。うん、わかった。覚えとく。あ、はい。はい。終了でございます。いや、もうさ、面白すぎてさ、もう笑っちゃいそうになるんだけど。せやな、せやな。そもそもこのコミュの会話の内容自体もね、もうだいぶ衝突だよね。本当に、飲む水着が好きって聞かないでしょ。本当ですよ。そうですよね。ちょっとびっくりしますよね、あんなの急に聞かれたんで。でもワンピース水着が好きなんだね。いや、そうですね。いや、そこはやっぱり露出が多いのは、ちょっとスクールになるとちょっと、なんか
どうでしょう。あ、そこまで言わなくて大丈夫だよ先生。そうだ、アフレコの帰りのタクシーでそんな話してたね。なんか私の初めては松岡さんだみたいな。おめえ語弊があるからそういう言い方すんなよ。ちょっと語弊があるけど、でもそういう先っちょ出してください。おい、おい、先っちょ出してください。何やってんだ。ピーカー、ピーカー当たってます。助けて。いや、まあそうなんですよね。いじら、なんかそのいじっても大丈夫な先輩みたいな感じをちょっと、ええ、後輩からの圧もきついですからね。ええ、かわいそうに。おいパイセンって言われますからね。あ、でもそれが言える関係性がね。いや、そうですよ。あ、もうこれは。あ、でも僕、はい、あの最近知ったんですよ。お、ええ、なんか占いのやつ見たら、僕あの35歳から40歳までがモテ期って言われましたね。あれ、今おいくつでしたっけ。今年で35です。お、これからじゃないですか。やっと加速してきますよ。もっと来るんですよ。もっと、もっと、異世界が僕に侵食してくるっていう話ですか。おお、その可能性もありますし、ええ、まあその精霊元素期、今多分女の子10人ぐらい出てきてると思うんですけど、ええ、ここから、ええ、そのワンクールの中で10人では飽き足らず20人30人のハーレムを築くことがあるかもしれない。うわ、それまでいったら僕はもう転生するしかないですね。マジで異世界救いに行かなきゃいけない。ちょっと多いですもんね。じゃあもうここからさらにですよ、ね、これはですね、なんでいつもかっこよくみんなにモテるかと言いますと、松岡さんがいい人だからです。わかりましたか。復習しておいてくださいね。私が神です。消えないよ。